アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、マダラを意味し、種を問わず藩模様の魚を指すが、アメリカ公文書では、フロリダ沖及び西インド諸島に生息する、サバカノセロマッケレルのスペイン名にちなんで命名された、可能性を示唆している。なお、退役から25年後に、スタージョン急原子力潜水艦23番艦として2代目。 ピンタドが収益している。セロ・マッケルル・サザナ・ミフグ宝石旗ピンタドは1943年5月7日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。9月15日にアントニオ・プリンス夫人によって命名、浸水し、1944年1月1日に艦長バーナード・エ・クラーレー少佐の指揮下収益する。ピンタドは1944年2月17日に ポーツマスを出港し、ニューポートでの水雷込み、ニューロンドン沖での訓練及びキーウェスト沖での対戦戦術演習、水雷開発実験に従事した。3月31日に太平洋に向けて出港、パナマ運河を通過し4月23日に真珠湾に到着した。5月16日、ピンタドは最初の紹介でシャーク、パイロットフィッシュとウルフバックを構成し、 マリアナ諸島及び台湾方面に向かった。ピンタドはウルフパックの機関となり、レオン・ピーブレア大佐が座上した。5月20日から21日にミッドウェイ島で補給を行い、マリアナ沖の担当海域に到着。31日、ウルフパックは偵察ラインを形成し、シルバーサイズから報告された船団を探索する。ウルフパックは一晩かけて、 輸送船団を発見すると、攻撃体制に入った。ピンタドは、夜明け前に攻撃位置に達し、目標に向けて6本の魚雷を発射。魚雷は東方丸に命中し、東方丸は、北緯18度08分統計141度14分、北緯18.133度統計141.233度、18.133 14、18. 141.233の地点で沈没した。 ピンタドは640メートルの至近に護衛艦がいたものの2回目の攻撃のため戦備発射艦を目標に向けるべく大胆に旋回準備を終え魚雷を発射し爆発は確認されたが沈没までには至らなかったピンタドは日本海軍駆逐艦の猛烈な反撃をよそにこの海域を去った6月4日正午頃ピンタドはサイパン島に向かう 新たな輸送船団である第3530船団を発見。シャークとパイロットフィッシュを伴い船団を迎え撃った。15時29分、シャークが勝川丸を撃沈し、翌6月5日16時45分にも高岡丸と貨物船玉姫丸を撃沈して船団に大きな打撃を与えつつあった。ピンタドは6月6日。 北緯16度28分、統計142度16分、北緯16.467度統計142.267度、16.467、142.267の地点で複数の目標に向けて、魚雷を発射。魚雷は、鹿島山丸とはあぶる丸に命中し、爆発が起こって、船体を、コッパじんにした。哨戒機と模石の護衛艦が、 対戦攻撃で50発の爆雷や対戦爆弾を投下したものの、ピンタドに被害はなかった。ピンタドとシャークの戦火はサイパンの戦いを控えてサイパン島の戦備造強に努めていた陸軍には大打撃の一つとなった。3530戦団は加入戦のうちほぼ半分を喪失し、3530戦団に乗船していた第43師団の兵員の多くは、 救助された者の,の兵器や装備は防湿サイパンに上陸しても、もはや時間的余裕はないに等しかった。7月1日、ピンタドは46日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。第2都南丸7月24日、ピンタドは2回目の紹介で、東、シナ海に向かった。八月六日、ピンタドは、北緯三十度十五分、統計百二十九度十五分。 北緯30.917度統計129.750度、30.917129.750の地点で、元22戦団を発見し、湘南丸を撃沈。爆雷攻撃を尻目に、ピンタドはその海域を去った。8月22日には、北緯29度53分統計125度17分。 北緯29.883度統計125.283度29.883125.283の地点で3隻の護衛艦がついた11隻の輸送船団を発見し、日没後に船団の中に割って入った。護衛艦がわずか69メートルにまで迫っていたものの捕鯨母船第2とマ丸を撃沈した。 第2ンマルは1942年10月10日にカビ園でアンバージャックの攻撃を受けて座礁し、後に日本本土に栄光されて修理され、タンカーとして使用されていた。くしくもクラーレーは第2ンマルを撃破した時のアンバージャックの幹部だった。第2ンマルは第二次世界大戦でアメリカ潜水艦が撃沈した最大の焦戦である。 ピンタドは別の目標に向かっても、魚雷を発射し、2隻のタンカーに損傷を与えたと判断された。この後、ピンタドは9月1日まで、東京湾のはるか南で、救助配置任務に着いた。9月14日、ピンタドは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。10月9日、ピンタドは3回目の紹介で、アトゥルジャラオと共にウルフパック。 クラーレイズ・クラッシャーズ・クレアリー・エス・クラッシャースを組んで、ルソン海峡、南シナ海方面に向かった。クラーレイ・少佐が、ウルフ・パックを指揮し、クラーレイズ・クラッシャーズが、紹戒海域に向かう。その間に、マッカーサーはフィリピンへ戻る準備を行っていた。アメリカ軍が10月20日に、レーテ島に上陸し、日本海軍は、進行を阻止するためすべてを投げ打って攻撃したが、 冷凍機置海戦はアメリカ軍の圧勝となった。クラーレイズ・クラッシャーズは、ウィリアム・ハルゼー大将が指揮する第三艦隊が沿画の三崎海戦で打撃を与えた小沢寺三郎中将を率いる機動部隊を追撃するため、ルソン海峡方面の小沢艦隊の予想対路水域へと移動した。25日の夜、ジャラオが損傷を受けた軽巡洋艦玉をレーダーで探知した。 ピンタドは、ジャラオに近づいたが、ジャラオが攻撃を行う馬自らは攻撃せず待機した。ジャラオは7本の魚雷を発射し3本が命中。弾は、沿岸の岬沖海,海戦で沈没した最後の巡洋艦であった。駆逐艦秋風11月2日、ピンタドなどこの方面にいた潜水艦に対し、司令部より日本艦隊南下中の情報がもたらされた。 各潜水艦はそれぞれ艦隊の予想振動上に待ち伏せたが、ピンタドにボーナスが到来した。同日20時過ぎ、ピンタドは潜望鏡で今まで見た中で最大の敵艦を観測した。それは弾薬を搭載してブルネイに向かう日本海軍の空母巡洋とそれを援護する軽巡洋艦基礎に駆逐艦であり、タンカーもいると思われた。日付が変わり、ピンタドはジャラを アトゥルに対して、信号を送った後、24ロットの高速で通過する、巡洋に対して6本の魚雷を発射した。しかしながら魚雷が目標に到達する前に、駆逐艦秋風が接近してきた。魚雷は秋風に4本命中して、大爆発、秋風は合沈して、巡洋の位置は確認できなくなった。残った二隻の駆逐艦が、爆雷攻撃をはじめ、ピンタドは先行して、 攻撃の回避を余儀なくされた。その後、ピンタドは14日に敵の攻撃を受け損傷したハリバットと合流し、これを護衛しながらサイパン島へ向かった。5日後にタナパグ湾に到着し、その1週間後ピンタドは高尾南方で紹介を再開した。12月12日から13日にかけての夜、ピンタドは北緯19度30分、統計118度40分、 北緯19.500度統計118.667度、19.500118.667の地点で第12号輸送艦を撃沈し、第104号輸送艦と第106号輸送艦に損傷を与えた。2日後、ピンタドはオーストラリアに向かった。1945年1月1日、ピンタドは74日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。 これまでの紹介における多大な功績などによって、主君部大賞を受賞した。1月27日、ピンタドは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。2月5日に、ダーウィンに寄港した後、シンガポールとサイゴン間の航路を紹介したものの、敵艦との遭遇はなかった。ピンタドは、この紹介全体にわたって敵機からの探索から逃れるべく、多くの場合先行して航行した。 2月20日には、突如現れた敵機からの2発の爆雷攻撃を、かろうじて回避した。ピンタドは、応急修理を受けた後、紹介を継続した。3月20日、ピンタドは51日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。その後、4月15日にフリーマントルを出港して、真珠湾に開港された。また、艦長がロモントグッドに変わった。6月1日、 ピンタドは5回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介では東京への空襲に向かう B-29 部隊の救助配備任務に当たった。6月26日、ピンタドは本州南方で煙を上げる B-29 が艦首前方2000フィートを横切ったのを見た。B-29 は1ダースものパラシュートを投下し爆発し、ピンタドは1時間以内に 全ての乗員を救助した。7月14日、ピンタドは41日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。8月7日、ピンタドは6回目の紹介で、日本近海に向かった。この紹介でも東京湾沖で救助配備任務にあたり、8月15日に戦争は終了した。8月25日、ピンタドは19日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 ピンタドは本国に開港され、9月5日にサンフランシスコに到着した。そのまま同地に泊まり、1946年3月6日に退役する。太平洋予備役艦隊で保管中の1962年12月1日にギースマイナス387に艦首変更される。ピンタドは1967年3月1日に除籍され、 1969年1月20日に、オレゴン州ポートランドのジデルエクスプローションズ社に、スクラップとして売却された。ピンタドは、第二次世界大戦において8隻の船を沈めその、総トン数は42,956トンに上る。ピンタドの司令塔は、テキサス州フレデリックスバーグの、国立太平洋戦争博物館に展示されている。ありがとうございます。